成いたしました。それでは最後のこの、競い合いということになります。美闘酒ビア酒コンテストです。ムーディーな感じで決まりました。さあ続いての対決、美闘酒ビア酒コンテストは各チームのある選手に事前に女装姿を写真に収めてもらいました、はい、今からその写真を見ていただいて、どちらのチームの選手がイケているのか、はい、皆さんの拍手で、会場の皆さんの拍手で決めたいと思います。どちらの選手がビューティフルでアメイジングなのか。それではまずはピッチャーチームのこの選手を見ていただきましょう。皆さん106ビジョンをご覧ください。誰だか分かりますかね。あら、そもそも論ですね。ピッチャーチームキャプテン大野さん、はい、大野優さん、はい、ん、もう誰か分かりましたよ。分かりました、はい、分かりました。どのあたりから。いや、見た瞬間はなかったですけど、ちゃんと見たら、はい、分かりますね。大野優さんは抱かれたい。抱く宣言出ました。ということで、じゃあ、はい、行きましょうか、はい、それでは登場していただきましょう。この方です。さあさあご登場いただきましょう。してますもんね、はい、なので多分選ばなかったと思いますけど、だから化粧して出てくるのかなと思ったけど、普通のカードで。お持ちのものを、はい、これは勝てるんじゃないですか。おお、はい、これより可愛い子はいないでしょう、中日には。石川さん、世界の小野さんがダクと言ってましたよ。いや、正直僕も自信あるんで。おお、自信ある。お、多分勝てます。周平キャプテン、はい、どうでしょう、抱かれたいですか。いいしかないですか。はい、いや、抱きたくない。それは我々はいますもんね、はい、強力なメンバーが、はい、じゃあ参りましょう。続いて野手チームですね。はい、部長、この選手の助走を見ていきましょう。どうぞビジョンの方。かわいらしい。投手チームからは、はい、ひどいって声が上がってますね。誰がそう言ってるんですか。誰がおっしゃってるんですか。みんなが言ってますよ、はい、どうですか京田さん。めっちゃ可愛いやん。めっちゃ可愛い。周平キャプテン、さすが引っ張りますね。京田さん、ちょっと無理です。ちょっと味方、こっち野手チームね、抱きたいでしょ、手を抱きたいでしょ、よし、誰もいないじゃないですか。ちょっと待ってください、周平さんだけ。三妻さんが、はい、抱くとか言ってもらない。また三妻さんに行け。三妻さん、無茶ぶり。できません。うわぁ、あらら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 ら、何にも拍手やってないから。三妻さん、真っ赤で可愛らしいですね。わかりました。それではね、じゃあ、拍手で決めましょう。はい、行きましょう。はい、では判定、お呼びしましょうか。行きましょう。では、高松渡辺選手、大きな拍手をお迎えください。どうぞ。出身地は兵庫県ですね。はい。何歳ですか。20歳です。おい。メイクのポイントを周平キャプテンからお願いします。はい。ファッションチェック。まあ、ちょっとこれ相打ちしてますね。
いいじゃないですか、そこがポイントですかね。はい、口してるのと、はい、マスカラが濃い。マスカラが濃い、まあ、女性からすると相口が分かるということがまずすごいと思いますけどね。知れやってね、やっといですよね。あなたの感が上がっちゃってるじゃないですか。いやすごいじゃん、これ。ね、分かりました。じゃあ結構これ分かりませんね。拍手のみな、石川選手は助走した気持ちはどうですか。いや、めっちゃ楽しかったです。めっちゃ楽しかった。じゃあこれ一重なんで相口してくださいって言ったんですけど、ちょっと時間がついてきた。あら、前口したらもっと早いです。いや、1時間くらいです。はい、まあ、朝のメイクは1時間ではできない、15分で済ますよ。おー、大人の発言だって。厳しい。だってただまあこれいい感じですね。じゃあ拍手で決めましょうか。拍手決めましょうか。まずは最初に登場していただきました、石川翔投手の翔子さんのメイクが良かったという方、拍手をお願いします。ちょっと若干妨害も入ってますけど、さっき今の大きさを覚えててくださいね、しげさん。英語ちゃんも終わった終わった。行きましょう。高松わたる子ちゃんの格好が良かった、美しかったという方、拍手お願いします。夢ね。あ、それ夢ね。え、拍手の大きさ、これはもう圧勝じゃないですか。はい、圧勝。そう、しげさん翔子の圧勝でしょ。翔子ですか。名前何。わたる子よ。わたる子ちゃん。わたる子さんです。じゃあ、世界の大野さんはわたる子ちゃんよりも翔子ちゃんの拍手の方が大きかったという判定ですが、皆さんよろしいですか。はいはいはい。そこも大事です。じゃあ、そうしますか。はい。石川選手の方が多かったと私も感じます。じゃあ、高松選手もありがとうございました。勝ったの、今日勝ったのは石川翔投手でございます。おめでとうございます。今日から働かせます。今日から働こうですか。2月のキャンプまで。じゃあ忘年会審査また頑張っていただいてありがとうございます。悩ましで働きます。悩ましで働きます。ライバル出現。そうですか、分かりました。本当にメイクもいっぱい時間かかったと思いますので、お二人の選手に大きな拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。